セルビア語、キリルアルファベットは、セルビア語のキリル文字による表記に用いるアルファベットで、あり、1818 18年に、ブークから実地によって定められた。現代セルビア語の表記には、このセルビア語、キリルアルファベットを用いる表記法と、外式、ラテンアルファベットを用いる表記法が併用されている。セルビアでは2006年にキリルアルファベットが、国家の公式のアルファベットと定められた。 クーク・カラジッチは、ヨハン・アデルングの、話した通りに書き、書いてある通りに読む。という考え方に基づき、キリル文字を土台としたセルビア語の表記法を考案した。この、カラジッチの考案したセルビア語、キリルアルファベットは、ルュデビトガイが考案したセルビア語、ラテンアルファベットと1対1で完全に対応している。ラテンアルファベットと比べると、キリルアルファベットはより伝統的なものとみなされており、 セルビアなどで公式の文字として法定されている。20世紀にはラテンアルファベットの使用が広がり、ラテンアルファベットの使用も多い。マケドニア共和国のクルステ・ミシルコフやベンコ、マルコフスキによってセルビア語、キリルアルファベットに手を加えたものが、マケドニア語アルファベットとして使用されている。下記の表はセルビア語。 キリルアルファベットと対応するセルビア語、ラテンアルファベット、国際音声記号による音歌を示すブックから実地の、セルピスキーナロデネピージェズムより、ヨーロッパ諸言語の表記法対象表に見られる、セルビア語、キリルアルファベット。グラゴル文字は、キリル文字より古く、ギリシャ文字にない音を表すために、キリルによって整備されたものである。キリル文字を考案したのは、 キリルではなくその弟子たちであり、おそらく890年代にプレスラフ文学学校で作り出されたものと考えられている。初期のキリル文字アルファベットはウスタブと呼ばれ、ギリシャ文字のアンシアル書体を元にし、ギリシャ文字にないシ音はゴージやグラゴル文字からの転用により起きったものと考えられている。このアルファベットには大文字と小文字の区別は存在しなかった。 文語体のスラブ語は、この当時のテッサロニキ周辺のスラブ語方言から成り立っている。中世のセルビアにおいて、キリル文字で記された書物には次のようなものがある。ブーク・カラジッチ・ブーク・ステファノビッチ・カラジッチは、セルビア放棄中の1813年に、ウィーンに移住した。ウィーンで、スラブ学に関心を持つ学者、イエルネー・コピタルと出会う。カラジッチによる、セルビア語とその文字改革は、 コピタルやサバムルカリの支援の下で進められた。1818 18年にカラジッチはセルビア語辞典を刊行新しいアルファベットによる体系を完成させた。ブーク・カラジッチによる1818 18年のセルビア語辞典カラジッチによるセルビア語改革とセルビア語キリルアルファベットの制定は一音素一文字の原則に厳格に則っ,ったものであり、ドイツ語における取り組みや ヤンフスのチェコアルファベットの影響を受けたものであった。カラジッチによるセルビア語文語改革はセルビア語の現代化を進め、天礼用の教会スラブ語から距離を置き、逆に民衆が日常的に口にする言葉に近づけるもので、特にカラジッチが母語として話していたヘルツェゴビナ東部の方言に基づくものであった。1850年のウィーン文語協定はセルビア人、 クロアチア人の文章語の統一と協力を謳った協定であり、ブーク・カラジッチはジュロダ・ニチッチと共にセルビア人として同協定に署名した。カラジッチはまた新約聖書を現代セルビア語に訳し、1868年に出版した。カラジッチは1814年にスラブ・セルビア民衆史歌集及びセルビア語文法を出版。 1815年及び1818 18年にも著書を出版しているが、この時はカラジッチの文字改革はまだ完成を見ておらず、これらの中でリバースといった文字を使用している。また、1815年の著書ではの使用を復活している。カラジッチによるキリルアルファベットは以下の文字より構成される。古くからのキリル文字から採用された以下の24文字。 ラテン文字から採用された1文字、新たに作られた5文字、また以下の文字は旧来のキリル文字から除かれた1914年10月3日および10月13日に発布された命令により、クロアチアにおけるセルビア語、キリル文字の使用は宗教的な使用を除いて禁止された。また、公的機関でキリル文字を使用する権利を廃止するが1915年1月3日に、 可決された。さらに1915年10月25日には、オーストリア領のボスニア・ヘルセゴビナにおいても、セルビア正教会の活動範囲以外で、キリル文字を使用することが禁じられた。1918年に成立した、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国において、キリル文字はラテン文字とともに、セルビア・クロアチア語の公式の文字とされた。 1990年代に、有語セン、一方、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ及び、セルビアでは公式の文字として、キリル文字を使用し続けている。なお、スロベニア及び、マケドニア共和国では、セルビア・クロアチア語は公用語とされていなかった。2006年のセルビア憲法では、キリル文字は、セルビア共和国で、唯一の公式の文字とされた。二つの語字、並びに、 の、敬語文字は、セルビア語の表記のために新たに作られた文字である。およびは、後にマケドニア語アルファベットにも導入された。車体ではない一般的なキリル文字、ロシア式の車体、セルビア式の車体、上から順に、B、G、D、P、T に対応する。以外のセルビア式の車体は、ロシアにおいても、使用可能なものである、セルビア語のキリルアルファベットでは、 他のスラブ語派のキリル文字の一部を使用していない。セルビア語には、高音記号、南音記号は用いられず、南音記号を合字として取り込んだ矢があるのみである。また、ロシア語やベラルーシ語などで用いられる矢、ハンボインの矢、南インのリバースは用いられず、南インは二文字に分けてそれぞれ、ハンボインは、と書かれる。も用いられず、発音によって、あるいはと表記される。 セルビア語とマケドニア語のイタリック体や筆記体は小文字のキの5文字で他の多くの言語で用いられるものと異なっている。このことはユニコードの構築にあたって障害となった。これらの文字は車体の時のみ字型が異なり、車体ではない時には同じ文字となり同じコードを使用していた。 セルビア語のために独自に構築したフォントセットによってこの問題の解決が試みられたが、汎用的なコンピュータではセルビア語よりも東、スラブ語派の字型が収蔵されている。ありがとうございます。